ナンバーアンダーライン愛の掛け合いと MC を二人のトークでさらに面白かったです。褒め合うとこはすごく頷きました。東京ドームライブの裏話から見えてくるナンバーアンダーライン愛メンバーの魅力。2024年5月8日。ナンバーアンダーライン愛のメンバーによるトークイベント、ウ 2HEROZ の配信を視聴したファンの方々は、三人の絆の深さや、 お互いに対する尊敬の気持ちを感じ取ることができたことだろう。彼らの関係性の良さは、ステージ上でのパフォーマンスの質の高さにも反映されている。本校では、このイベントの様子から見えてきたナンバーアンダーラインアイメンバーの魅力について、ファンの感想を交えながら詳しく紹介していきたい。まず何よりも感じられたのは、ナンバーアンダーラインアイメンバー3人の中の良さである。 お互いを惜しみなく褒め合う姿は、ファンの心を和ませた。特に、岸くんの目線がファンと同じように、メンバーの良いところを指摘していたことが印象的だった。岸くんは、引きすぎだな、と自虐的なコメントをしたり、メンバーの色気やかっこよさを徹底的に称賛する姿から、彼自身がファンと同じ目線でメンバーを見ていることが伺える。一方、 翔くんや神くんも騎士くんを高く評価しており、三人の信頼関係の厚さが感じ取れる。特に翔くんの美人だなあ、色化がすごいといった言葉からは、騎士くんに対する思いが伝わってくる。普段のステージ上で見せるかっこいい姿とは裏腹に、この場では元の部分が垣間見えて、ファンの心を掴んだのではないだろうか。さらに、 この三人のパフォーマンスとトーク力の高さも見事だった。トークでは、お互いの長所を惜しみなく認め合う一方で、冒頭の、窮屈なら飛び出せじゃないとおお、という将軍の名言も引き出すなど、ファンを楽しませる要素も忘れていない。ステージ上でのパフォーマンスの高さは言うまでもない。ファンからは、ナンバーアンダーライン I のパフォーマンスが本当に素晴らしかった。 ギャップがすごすぎて楽しいといった声が上がっている。ライブならではの生々しさや迫力が視聴者を魅了したと言えるだろう。このように、裏 2HEROZ の配信を通して、ナンバーアンダーライン i メンバーの魅力が存分に発揮されたと言えるだろう。お互いに高め合い、尊重し合う3人の関係性は、今後の活躍にも大きな影響を与えるはずだ。 先日のドームライブに続く快挙をファンは心待ちにしているに違いない。これからもナンバーアンダーライン愛の3人が絆を深めながら、さらなる飛躍を遂げることを期待したい。彼らの姿に勇気と元気をもらえる、そんな存在であり続けてほしい。裏 2HEROZ の配信を通して、ナンバーアンダーライン愛メンバー3人の人間性の豊かさや、 お互いを思いやる関係性の深さが浮き彫りになった。ステージ上での圧倒的なパフォーマンスとは裏腹に、ファンの心に寄り添う彼らの姿勢は、ナンバーアンダーライン愛のさらなる活躍への期待を抱かせてくれる。これからもメンバー個人の魅力と、それを支える強固な絆に注目していきたい。初めて東京ドームでのライブに行ってきました。 そのライブは普段見ることのできないアーティストたちの裏側を垣間見る貴重な機会でした。ファン同士で褒め合い、MC でのトークでさらに楽しませてくれたことに感謝しています。ナンバーアンダーライン愛のライブでは彼らの掛け合いや MC のトークが特に面白く、ファン同士でもその点について頷き合うことができました。その場にいるみんながお互いを尊敬し、 信頼し合っている姿が彼らが素晴らしいコンサートを届ける理由だと改めて感じました。特に印象的だったのはメンバー同士がお互いを褒め合っている場面です。照れながらもお互いの良さを認め合っている姿はファンとしてはとても微笑ましいものでした。彼らがパフォーマンス中とトーク中で見せるギャップもまた魅力的で視聴者としてはその変化に驚かされます。 また、ライブならではのエピソードやトークから、新しい視点で彼らの魅力を再発見することができました。彼らがライブでどのようなコミュニケーションをとっているのか、その一部を垣間見ることができたことは、ファンにとって貴重な体験でした。さらに、ファン同士でのやりとりや、メンバーのトークから浮かび上がる関係性や愛情も、見逃せないポイントでした。 彼らがただアーティストとしてではなく、仲間としてお互いを支え合っている姿は、ファンにとって心温まるものでした。今回のライブを通じて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがお互いを尊重し、励まし合っている姿を見ることができました。彼らがこれからもさらに成長し、ファンを魅了し続けることを期待しています。最後に、 これからも彼らの活動を応援し続けるファンとして、次回のライブも楽しみにしています。果たして彼らはどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、今からワクワクしています。ヒーローたちの裏側に迫る裏 2HEROZ 初の東京ドームライブで、ファンたちは一層興奮しました。しかし、その裏話こそが、ファンにとって本当の宝物です。 ナンバーアンダーライン愛の掛け合いや MC のトークで会場はさらに盛り上がりました。彼らがお互いを褒め合う場面ではファンもうなずきました。その姿から彼らがお互いを尊重し信頼し合っていることが伝わってきました。ナンバーアンダーライン愛の魅力は計り知れません。彼らのパフォーマンス中の楽しそうな姿や MC での絡み。 さらにはファンとの距離感の心地よさすべてが彼らの魅力の一端です。画面越しにでも彼らの間には特別な絆が感じられました。特にナンバーアンダーライン愛のメンバーはお互いを尊敬し信頼していることが見て取れます。それが彼らのパフォーマンスの質を高め素晴らしいコンサートを届ける原動力となっているのでしょう。一方で 今回の裏2 h e r オズでは、ファンにとって驚きの瞬間もありました。将くんの伝説的なフレーズが歌詞として出てこなかったことに気づいたファンもいたようです。しかし、それでも彼の覇王の風格は健在であり、ファンの心をつかんで話しません。また、ファンの中には、ナンバーアンダーライン愛の魅力を改めて再確認した人も多かったようです。 彼らのパフォーマンスの素晴らしさや、お互いを褒め合う姿に、改めて惚れ直したという声もありました。さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれに対するファンの愛情は、配信中にも垣間見ることができました。翔くんや神くん、騎士くん、それぞれのメンバーに対するファンの熱い思いが伝わってきました。彼らのファンは、彼らが成長し、変化していく姿にも感動し、 彼らの今後の活躍に期待しています。ウラ 2HEROZ の配信を終えて、ファンたちはますます彼らに惹かれ、彼らの活動を支持する決意を新たにしました。彼らの魅力は計り知れませんが、それが彼らのファンの心をつかんで話さないのです。彼らの今後の活躍にも期待です。